ハシナガイルカは、クジラモカ・ハクジラアモクマイルカかスジイルカ族に属する小型のイルカである。世界中の熱帯の海域に生息する。種商名ロンロストリスは、長い興奮を意味するラテン語に由来する。また、ワミオウのクチバシチョウもクチバシが長いことに由来する。英名のスピナードルフィンは、ハシナガイルカがジャンプする際、しばしばスピンしながらジャンプすることに由来する。 ハシナガイルカは、英語では、特に古い文献では、ロング、スナオテッドスピナードルフィンと呼ばれることがある。これは、ショート、スナオテッドスピナードルフィンとも呼ばれるクライメンイルカと区別するために使われる名前である。ハシナガイルカは1828年、ジョン・グレイによって新種として記載された。現時点で一般に亜種として認められているのは、次の世に亜種である。しかし、 ハシナガイルカの多様性は、これらの足だけでは説明できないほど大きい。例えば、東、太平洋では、腹部が白いという特徴を持つ、交雑による種類が知られている。他の海域でも、程度の違いはあるが、個体感の差異がある。ハシナガイルカの体色はほぼ濃い灰色であるが、喉、背、尾びれのあたりなどは、より濃い灰色である。腹部はクリームがかった白であることが、 一般的であるが、個体による差がかなり大きい。生体の体長は1 3 0トルから2 3 5トル程度、体重は2 5ラムから9 0ラム程度である。興奮は細長く、先端は黒っぽい。ヒレも同程度のサイズの他のイルカと比較すると長い。背びれは垂直に立っており、東、太平洋に生息する年配の個体では、 前方に傾いていることもある。オスは、尾の仮面にある、コブ状の隆起で識別することができる。しかし、ハシナガイルカは、前、クジラ目の中でも、最も多様であると言ってもよく、以上の説明も十分ではない。妊娠期間は十ヶ月である。メスは四年から七年で、オスは七年から十年で、それぞれ性成熟する。寿命は不明である。 ハシナガイルカは数頭の群をなすこともあるし、数千頭もの巨大な軍で行動することもある。英語では、スピナードルフィンと呼ばれることからもわかるように、ハシナガイルカはスピンしながらジャンプするというアクロバティックな行動を行う。なぜジャンプの際にスピンするのかはわかっていない。仮説であるが、スピンしながらジャンプすることで海中に大きな泡を作り、 それが巨大な群の中での反響定義の目標物となるという説がある。あるいは単なる遊びであるという可能性も高い。短時間で続けざまに少なくとも14回ものスピンジャンプを行う様子も複数回観測されている。船の選手派を飛ぶこともよくある。大西洋では同じようにスピンするクライメるイルカと見間違えやすいが、クライメるイルカは、ハシナガイルカほどには スピンジャンプを行わない。またマダライルカとも特徴が似通っている。ハシナガイルカは世界中の熱帯の沿用に生息する。多くは南北海域線の間に生息する。交波性を有するとされるが、荒い言い方をすれば、足ごとに各地域に分かれて生息しているようである。全生息数は不明である。東、太平洋においては、 漁網による根核が原因で激減したとされるが、まだ一般的によく見られる種である。ハシナガイルカは、ハワイにおいて、野生化及び飼育化で研究されている。1950年代から行われた巻き網を用いた、マグロ漁による根核が原因で、最大200万頭のハシナガイルカが犠牲になっている。イースタンスピナードルフィンに限って言えば、生息数はおよそ半減した。 巻き網とイルカに関しては、マダライルカの記事も参照されたい。ハワイでは、ハシナガイルカは、ドルフィンウォッチングや、ドルフィンスイミングの対象となっており、イルカの休息地となっている近海の海域へは、日に何度も船が行き来している。厳しい規制がないままでこの状況が続くならば、イルカファンのイルカに会いたいという熱意と、イルカの生息域近くの海域を開拓して、ごく近くで触れ合えます。 保証不売りにしているツアー業者とにより、結局は、破壊的自然大好き症候群に陥ってしまう、可能性もある。例えば、太平洋北西部におけるシャッチが、同じような状況である。W 会、ペリン、スピナードルフィン・エンサイクロペディア・オブ・マリーン・マーマルズ。 ピアニッシも、1173から1175、ISBN0 から12から55万1340から 2M、カーワーディーン、ホエールズドルフィンズポーパセス、ドーリング・キンダースリー・ハンドバックス、ISBN0751327816 リーブス、エトール、ナショナル・アウズボン、ソサイティ・ガイド・ツー・マリーン・マーマルズ・オブ・ザ・ワールド、ISBN0375411410、 改正哺乳類図鑑国立科学博物館動物研究部、ありがとうございます。